はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ヘブンバーズレッド始めていきましょう。休日なのに呼び出してごめんなさい。No problem。 私に何か用があるんでしょ。ええ、少し相談に乗ってほしいことがあってね。なんだろう。アメリカのニューヨーク支部ではドームの人たち向けに映画を配信していると聞いている。 Yes。 セラフ部隊はドームの人たちに夢と希望を与えるヒーローよ。私たちの活躍をエンターテインメントとして定期的に提供しているわ。そうだったんだ。おお。でも、私は映画に関してはちょっとうるさいわ。ダメ。地味ね。セラフ部隊がキャンサーを倒すシーンを厳選したアクション性の高い映画だろう。アクションは no problem。問題は演出ね。予算見る人を楽しませるように編集していたわ。何よりストーリー性が皆無ね。これじゃあ最初の5分で飽きるわよ。編集に自信があると言った浅見が通用しないとなると困ったわね。大変だ。シーレイカ、このミッション私が引き受けるわ。キャロル、ディアマイリトルヒーローということで、これが現在作戦に従事していないセラフ部隊のリストだ。この中からメンバーを集めてドームに配信する映画を作るといい。基本的に本企画に司令部は全面協力します。何か必要なものがありましたら遠慮なく声をかけてください。 OK。 何かあれば
連絡するわ。さて、まずはメンバーを決めようかしら。セモノ揃いのセラフ隊員たちだけど、誰がやばいんだろう。スタッフの子カモン、私の選んだセラフ部隊のヒーローたち、神崎アーデルハイ。おお呼びと聞いて参上したでござる。忍者、拙者は何で呼ばれたのでござるか。ニナセイチゴン。わざわざ休日に呼び出して何させる。意外な選択。クロウ様マッキー。お？気合のいる仕事じゃ聞いとるわ。お。どんなメンバーなの？おお。なんか悪ばっかり。うちのサイキックが必要らしいな。サイキック連合。後ろすごいな。うん。広島暴走連合。殺すぞ。よくでもない予感がするぜ。そしてこの私、キャロル・リーパー。ダークなんだ。メンバー選定の基準は、私がリーダーを務めるということで、言うほどダークなのか。一緒にするな、殺すぞ。ほら、あんたなんてにじみ出るダークさよ。それは間違いない。なるほど、闇に輝く忍者が求められている。言うほど闇に輝いてるか。まあ、私は元殺し屋だけど、ヒーロー映画だな。どうなんだ。ダークなキャラを押したつもりはないで。ダークではない。うちも暴走族じゃが、お天道さんに顔向けできんようなことはしとらんけの。ダークなんか。 No problem。 その言葉遣い知ってるわよ。サイキッカーは違うだろう。ジャパニーズマフィアね。違うわ、これは普通の大阪弁じゃ。ヤクザ扱いすんなや。司令官には司令官役で出演してもらう。いいね。わかりました。私は何をすればいい。特にない。それは悲しい。なぜだ。このアイパッチとかお前の言うダークさにぴったりだろう。わかったわよ。もったいない。何か考えておくわ。めんどくさそうに言うな。なあ、司令官、後悔してねえか。目の前の問題を解決するために最善を尽くす。私の仕事はそれだけよ。あとはジェームソングをシーズレジェンドにお願いしているわ。なるほど。ヤーモリも承諾済みよ。歌か。え？うちそのバンドでギターやっとるんやけど。そのことについてヤーモリから伝言を預かってるわ。両方やらなきゃいけない。新曲の練習と映画撮影頑張れ。頑張れ頑張れ。する映画を撮影していただきます、うん、臨時部隊でダンジョンに行ってキャンサーと戦い、ドローンでその様子を撮影、うん、後ほど編集や加工を行ってドーム住民の方にふさわしい映画に仕上げていただきます、ね、基本的にこちらから指示を出すことはありませんが、一点だけ、作中で仲間の名前を呼ばないようにしてください。どうして？どういうこと？皆さんのプライバシー保護のためです。セラフ部隊員の個人情報は、へえ、
そんなあったんだ。叩こうとる最中にそんなこと考える余裕あるんか。 No problem。 音声は後から編集できるから。確かに戦うときはただヒーローらしく堂々と戦えばいいのよ。ほら簡単やな。うちの気合見せちゃるけの。拙者の忍術を披露するときが来たでござる。そうだね。今まで通りの先行映像に加工を施すだけでもそれなりに見られるものにはなるかもしれないけど、それだけじゃ物足りないと思うわ。うん、必要なのはストーリーよ。観客が私たちの戦いにのめり込めるような物語を作ればこの作戦は達成できるわ。ストーリー言うたかて、キャンさんに台本渡して動いてもらうんかよ。別に物語の順番通りに撮影する必要はないのよ。キャンセルを倒すシーンを撮った後、安全になったダンジョンでその前後のシーンを撮り、編集でシーンの順番を脚本に合わせて入れ替えて、セリフを吹き込んで音楽や効果音、特殊効果なんかを入れたら映画の完成よ。めんどくせえな。そんなわけで現時点で決まっていることは、私たちがキャンセルを倒すことだけ。今のところそれ以外は完全にフリーだから、まずはジャンルをみんなで考えましょう。私は言うまでもなくヒーローものをしたいけど、あんたたちの意見も公平に聞くわ。希望があるものは手を挙げてちょうだい。日本の皆さんに見ていただく映画を作るということで、侍や忍者が活躍する時代劇なんかどうでござろう。舞台の半分が日本人じゃねえのに。敵キャンサーやで、獲物セラフじゃし。ノー、頭から否定するのはナンセンスよ。どんな意見も貴重。うん、脚本と編集次第で生きてくるかもしれないわ。とんでも系 SF 時代劇ってところか。そんな漫画があった気もするが、難しそうだな。どんどんアイディアを出していきましょう。あんたはなんかないの？一位が。そうだな、キャンサーを倒すところはいじれねえんだろ。うん、だったらそれに対する私らの感情とか、あそういうところを掘り下げればいいんじゃねえか。確かに、こう大切なもんを失って折れたり荒れたりしそうな心をねじ伏せて戦場に立つとか、そんなハードボイルドなやつ。ゲーッ。あ、ただ心情をメインに据えた映画はその分セリフがたくさん必要になるわ。覚えないとね。そがなんがありなら、うちにもちと考えがあるの。なんだろう。セラフ部隊一群は背中を預けようて一緒に戦う仲間じゃ。うん、仲間との絆や仁義がテーマの映画はいつの時代もええもんじゃろ。なるほど、ジャパニーズマフィアね。じゃけ違う言うとろうが。いや、この場合は違わんのか。人気映画とかええけど、一つ聞いてもええか。映像の加工ってどの程度のことができるんだ。やりたい放題。簡単な特殊効果だと映っているものの色を変えたり、 CG 素材や爆発を画面に載せたりできるわ。よっしゃ、それならそういう特殊効果をバンバン積んでサイキックアクション映画にするのはどないや。うん、最初にちょっとだけ設定の説明して、あとはひたすら派手に飾り付けた戦闘シーンのオンパレードや。ややこしいセリフもいらんし、迫力あって見応えあるやろ。編集ソフトとそれを使う人の腕次第だけど、そういうのもありね。マリアは発言がないけど何かないのかしら。別に。好きな映画のタイプを言ってくれるだけでもいいわ。スパッタ。って言うなら、感情が揺さぶられるような強烈的な展開があるものが好みだ。やっぱりイタリア人って情熱的なんやろか。ふ
口説き文句とかぶちか声で聞くけのステレオタイプにはめるのはよくねえが、この状況で恋愛ものをしてくるとは、一人野人すげえな。ああ、情熱的な展開ね。この調子でバンバンアイディア出していきましょう。そろそろ出揃った意見をまとめましょうか、うん、ヒーロー、時代劇、ハードボイド、人気、サイキックアクション、ファッション。どうやって決めようかしら。舞台長のお前が決めればいいだろう。そうでもあるな。そう、それじゃ最初は冒険者のアクションアドベンチャーで行くわ。なんでや。誰の意見も反映されてない。殺すぞ。あなたたちはキャストとしては素人もいいところでしょ。まずは取られることに慣れた方がいいわ。キャンサーを倒しながらダンジョンを潜っていく映像にいい感じのセリフをつければ冒険者のアクションアドベンチャーになるもの。セリフは後から作るのでござるか。イエス、みんなで考えましょう。特撮みたいだな。でも相川にはシリーズレジェンドでテープソングを作る作業もあるわね。そうな、うちの分は任せるわ。映画のセリフ考えるとかないかな。お前がまとめて考えた方がいいだろう。素人が混ざっても意見が散らかるだけだ。私も初めての作業よ。でもなんだかんだこの中で一番映画に詳しそうなのはあんただ。お任せするでござる。期待しとるけな。うん、責任重大ね。でもその期待に応えてこそのヒーロー。やってみせるわ。それじゃ早速リポートないのか。自分の。一本道なんだ。なんで 31X から2人も選んでるんだ。基地待機中とはいえ残されたメンバーの訓練に支障が出るだろう。最初に言った通り、私の思い描くダークなヒーロー像にあんたがぴったりだったからよ。殺すぞ。ダークな雰囲気なら確かに 31D にいつもガスマスクつけてるやつがいるだろう。あいつと帰ろう。 31D は現在他の作戦に従事中よ。逃げられないか。観念してヒーローになりなさい。撮影中は思い切りキャンサーと戦わせてあげるから。分かった。たっぷり殺させろ。なあ、さすがに仕事量がえげつないから、うちのセリフは少なめにできへんわ。オッケー、調停しましょう。あ、せやけど少ない分ええ感じの頼むで。やるからにはとことんやったる。その意気よ。私たちの戦う姿がみんなの希望になるのよ。一緒に最高のヒーロー映画を作りましょう。おう。するのはどれでござろう。準備はできましたか。イエス、出発するわ。ではお気をつけて。さあ出発。ダンジョンへ。
え？滅殺。忍者、ゴール。そんで、うちらどないするんや？普通に戦えばええんか？そうね。後でシーンは編集でつなぐから、今はとにかく使い勝手のいい映像を撮りたいわ。うん。秩父なんかバトルは旗があるな。こ旗は何だろう。どんどん行きましょう。復してたんか。まあ破っちゃうんだけどね。残り1体。ちょっと決まりました。中ボス行きましょう。ダークヒーローなら
なんか毛材入ってる。最大その DP が毛材入ってる。残り1体。パシュワシャ。さあ、第2を旗へ。お、倒れるんだ。休憩すんのに倒れなさいってね。ピンチ。ピンチを演出か。大統治？これに付き合わなきゃいけねえのかよ。嫌だよな。マリア、タビ。くそ、くだらない作戦に巻き込まれたぜ。こうなりました。やばすぎやろ。使わないかもしれないやん。いいんじゃんよ。まだそれはとダメか。さっさとキャンサーを探すぞ。せやな。うちはこの後バンドの練習もあるしな。それじゃ今日の撮影の仕上げといきましょう。軍の情報だとこの先大きいキャンサーがいるらしいわ。そこで撮影よ。大きいから油断は禁物やぞ。
私らならやれるさ。よっこらしょっと、ヤマーチ様、こんなのね、そこでけ、風のささめき、勝利とは我らが一番、やっ、いいね、剣道よチャンスだ、食らえ、倒しました。旗が見えた。忍者としてよし、ん、なんかバトルに入ってる？倒しました。ルカちゃんウィン、キャッチ、いい動きだったわ。拙者目立っていたでござるか。まあこんなもんだろ。大したことなかったの。余裕やな。戦闘後のカートも今ので OK。 あとはフェリまで戻りながらタイムシーンを取っていきましょう。
ほら、うちはバンドの練習行ってくるわ。楽しみでござるな。たちまち飯でも食うて待っとくかな。茶番もいいところだぜ。お疲れ様です、キャロルさん。撮影は順調ですか？ええ、いい素材が撮れたわ。今からアテレコ用のセリフを書くところよ。では、その間に編集を進めておきましょう。助っ人を呼んでおきました。話は聞いたよ。ドームの人に映画を見せるなんてワクワクするね。僕も力を貸すよ。あんたは、サインチーフのマッツーか。確か、ベリーワンダフルなスタートウーマンね。うん、いろんな撮影現場の手伝いをしてきたからね。編集作業だって勉強してきたよ。事情は伺っております。映画館のアーカイブをご覧になりたいということですね。ご指定いただいた映画のフィルムは従業員用の試写室に準備済みです。Thank you。 やっぱり映画を作るなら映画を見て勉強するのが一番ね。ワクワクが止まらないよ。
時間がなさそうだから、こういうのはどうだろう。アメイジングね。斬新でしょ。早速追加で依頼するわ。おい、ガーリーやったわ。僕が持っている技術を全部詰め込んだよ。これはドーム住民も大喜び間違いなしね。うん、楽しみっだ。確かに受け取りました。お疲れ様でした、キャロルさん。今夜にはドームにこの映像が配信されます。また映画館のスクリーンを借りてセラフ舞台の試写会を行います。本当にこの映画が人の目に触れるのね。緊張しますか？少しね。でも悪い気分じゃないわ。そうですか。私も楽しみにしています。まもなく試写会の上映を開始します。スクリーンに入場してお待ちください。よう、キャロルでいいわよ。あんたたちもお疲れ様。おかげでいい作品に仕上がったわ。それ聞いて安心したわ。救世主様としてはかっこ悪いところ見せられへんからな。今から拙者の活躍がスクリーンいっぱいに映し出されるのでござるな。楽しみでござる。おいじゃが、うちは自分のセリフんとこしか脚本渡されとらんのじゃが、どんな話になったんじゃ。それは見てのお楽しみよ。さあ、関係者席だからベストポジションで見られるわよ。キャンサーが守るという秘宝の回収を命じます。多くの苦難が待ち受けていると思うけど、命を賭して任務に当たりなさい。さあ、セラフィックヒーローズ出動よ。おいおい、司令官めちゃくちゃノリノリじゃねえか。さすがはグラビア経験者でござるな。なんだよそれ。図書館の雑誌に載ってたでござるよ。世界の命運を左右するという秘宝の回収、その命を受けたセラフ使いたち、そんな彼女たちを見つめる一つの影があった。キャンサーの秘宝、この私が奪い取ってくれるわ。アサミのやつ、悪役かよ。そんなんでええんか。満足しとるようじゃの。軍の暗部の思惑を知る由もなく、セラフィックヒーローズは洞窟へと足を踏み入れる。だが彼女たちはまだ気づいていない。獅子心中の虫がいることに。裏切り者がいるのか、恥知らずめ。てってってって予算と時間の関係上、ジングルや効果音はナナースに演じてもらったわ。無茶ぶりやめたらや。
洞窟ね。気を引き締めていくわよ。うちに任せときさえ。キャンサーが何匹いようがぶち回したら。神のご加護があらんこと。早速キャンサーでござる。いてこぼしたら。キャンサーとの戦いは苛烈を極めた。そして最初の犠牲者が出ることとなる。バタダイジングピンク待ってや、うちいきなり死ぬんか。それと名前ダサいわ。なんやねんそれ。あと七瀬の好感浮いとるやろ。この姫を避けるように言われたから、私の方に今日のネームを考えておいたわ。休憩で寝転びよったんを静止のカットに使うたんか。全力で戦って前のめりに倒れるかっこええカット言うてたやないか。さあ、セイキングピンクの意志は先生たちが引き詰めてござるよ。あ、テレコ笑うとるやないか。サイキックピンク明らかに笑われとるやないか。サイキックピンク、てめえの勇姿は忘れねえ。サイキックピンク、うちもすぐ行くけん。そっちはこれ。神のご加護があらんことを。サイキックピンクが倒れてもセラフィックヒーローズは足を止めることなく洞窟を進んでいく。でファン。ファンの配達に来ました。なおれ。待っててくれる。
これからも続いていく。テテレレテテ。なんでレベル上がっとんねん。もう無茶ぶりやめたれや。なんだこれ。やばすぎやん。あなたたちの作った映画をドームに配信した結果、大変好評でした。本当？そうでしょ。これで1日目は終わりですね。1日で2箇所取りか。
量だけやたら多いアメリカ料理みたいな発想しやがって。それに昨日の作業でノウハウがつかめたから時間的にも不可能ではないと思ってるわ。まあキャロルがそう言うなら止めるよね。うちらはいつも通り戦うだけじゃけな。おかしなセリフ吹き込む作業があるけ大義だな。ああそれなんだけど追加で基地内のシーンも撮ることにしたわ。一応理由を聞いておくが、どうしてか。昨日の編集でダンジョンの中の映像だけだと私たちのキャラクターを掘り下げるのに限界を感じたのよね。そもそも別人やったやないか。ヒーローの日常を描くことで見せ場の戦闘シーンがより劇的に輝くと思うのよ。本筋に関係ない尺稼ぎ、B 級サメ映画みたいな発想しやがって。じゃあもっと目立てるでござるか。日常っつっても何を取る気なんだ。うちの仕事量また増えるんかいな。というわけで簡単な台本を書いてきたわ。午前はこのカットを撮りましょう。さあナービー広場に行くわよ。出ましょう。どっちか行けばいいかな。確かに皆さん映画に思うところもあるようなので近々感想などを伝えたいと。評価をもらってこその映画ありがたいわ。どんな感想もウェルカムよ。はあ、それでは皆さんにもそう伝えておきます。お？姉さん、これから撮影かにゃ？おう。昨日姉さんが出ている映画、スモモモ見たにゃ。戦うこと以外で姉さんが輝けているのが、スモモは嬉しいにゃ。頑張ってほしいにゃ。ああ、頑張るよ。それはそれとして、お前が監督かにゃ？ええ、そうよ。よくも姉さんを悪役にしたのに雑に消してくれたね。次はもっと光の当たる役にしないと許さないね。アンダースタン！分かった！分かったから銃を下ろして！どこ？
この階段降りろっていうのか。ナービー広場はこっ、ん？こっから行くのか。これか。ん？ん？誰かいる。待ってたよ。撮影の準備はもうできてるから。いつでも。初めて見る名前だろ。31F の松岡が。編集を担当してくれているの。基地内での撮影は彼女がヘルプしてくれるわ。映えるカメラワークで君たちを輝かせてあげるよ。ここでした。でかい！傘に収まらんだろ。大丈夫だよ。そこはカメラワークでカバーするからさ。オッケー。ここからならビャッコが子猫サイズに見えるわ。うち、ここで何もないとこに傘差し出して演技せにゃいけないか。わけわかんねえよな。でも少しだけ付き合ってくれ。雨はこのじょうろで演出するのでござるか。うん、うん、カメラのフレーム内だけ降っていればいいや。あとは編集で明るさを調整するから。レディーアクション。確かに。それではまずは拙者から行くでござる。忍術の修行はいつもやっているでござる。おお。回転した。ナイス！まさしく忍者！変身して空中をぐるぐる回る忍者ってどういうシーンで使うんだ？なんかインド映画だ。次は？サイキックだね。相手はマリアにしておきましょうか。な
んで俺が。いいから、ここはキャッチボールしておけ。あんまり目立つシーンに入るとどんな加工されるかわかんない。確かに一理あるな。キャッチボールなら変にいじられる。すごいスピード上がりそう。よし、じゃあやるか。ああ、普通だよな、撮るシーンは。オーケー、ここでの撮影はこれで終了よ。まあ無難だよな。なんだ。映画見てたらいい時間になったな。そろそろ出撃か。今ならいつも以上にキレのある動きを見せられる気がするでござる。おい、どうした。まだここに用があるんじゃないのか。やり残したことがあるなら今のうちにやっておけ。俺たちにこんなのんきな時間が与えられることはめったにないぞ。そうね、ありがとう。どうし、探してほしい映画があるのだけど、監督の名前からでも調べられる？はい、大丈夫です。どの監督の作品をお探しですか？スカーレット・ピーターソン監督の作品だったら何でもいいわ。少々お待ちください。申し訳ありません、当館のアーカイブにはないようです。さあ、 Thank you、 手間を取らせたわね。そんなに有名でもないし、もう残ってないのね。 No、 気持ちを切り替えましょう。なんだろう。私の映画を撮るわ。はい、ということで、ここまでかな。倒すのと映画撮るのはどっちが本軍か分かんねえな。
どんなカットを取るんだ。そうね、レロのキャンサーを蹴散らす爽快な絵が欲しいわ。とりあえずここで戻りましょう。あ、ダメだ。はい、ということで、ディアマイリトルヒーロー、途中まで前半編やっていきました。次回は後編をやっていきたいと思いますので、お楽しみに。30日までか、よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローお願いいたします。ツイッチでもライブ配信やっております。ぜひアクセスを上、アカウントフォローお願いいたします。ヘブンバーズレッド遊んでいきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。